かこのチャラ男は。どういうことだよイリド、誰だこの巨乳女は。このデバカめ。水戸くんの友達は私だけですよね。ねえイリドさんというものがありながらこんな女と遊ぶなんて見損なったぜ。そういうことはしねえと思ってたのに。川波、この女子は東良イサナ、最近知り合って意気投合しただけの友達だ。最近知り合って意気投合。東良、この男は川波小暮、親友を自称し勝手につきまとってくるだけのクラスメートだ。勝手につきまとってくる。なるほど、水戸くんのストーカーですね。なるほど、イリドを狙った詐欺師か。なぜそうなる。オタクなら簡単に落とせるとでも思ったか。残念だがイリドはそんな軽い男じゃねえんだよ。プライドを傷つけられる前に諦めたらどうだ。生々しい傷を無遠慮に。おっと、どうやらもう返り討ちにされた後だったみてえだな。身の程をわきまえろって。東良さんとイリド君は何ともないの。ただの仲のいい友達なの。そこに横島なものを見出してるのはあんたの汚れた心なの。わかる？誰よりも心が汚れてるやつに言われたくねえ。私と水戸君は誰よりも仲良しってだけです。チャラい格好して恋愛脳とか、これだから陽キャは苦手なんですよ。その恋人距離感で言っても全然説得力ないから一旦離れて。中学の時とは違って友達たくさんできてよかったわね弟くん。君も高校デビューした甲斐があったようで何よりだ妹よ。